皆さんこんこにちは日本をかくよく結び大学でごござざいいまますす今回のお話はこちらでございますイスラエルのお話でイスラエルの話というとイスラエルとハマスの間に行われて現在進行形で行われております戦争の話ということにいきなり言ってしまうことが多いんですけども今回この結び大学で行っていくのは戦争の話というよりもイスラエルと日本の関係これをまず 改めて再確認していこうということでお話をしたいというふうに思いますで、実はですねこのイスラエルなんですけれども、えー、こういう写真がありますここに写っているの僕です <laughs> で、これがですねトランペルトールというイスラエルの建国の父と呼ばれている人のこちらがお墓になっておりましてで、記念館もあるんですけどもその入り口のところのこの碑ですねで、ここにこう文章がちょこちょこっと書いてあるんですけれどもこの文章というのが実は もともと日本語だった言葉になりますさてその言葉はどのような言葉であったのかということを皆様と共にイスラエルの建国の歴史として振り返ってみたいと思います今イスラエルといえばこちらですよねイスラエルとハマスの戦争もう本当にこうドンパチが始まってどうしちゃったもんかなと とという,ふうなここがあちらこちらで色々と語ららで語れていまおおむねですね YouTube の動画のニュースサイトですとか、まあ、ニュースの評論サイトみたいなものがいろいろありますけれどもあるいはあのネット上のニュースあるいはニュースの評論記事みたいなものを見ると大体どれもイスラエハマスが悪いって言ってるかあるいはイスラエルが悪いというなんかぜい論でどっちを支持するどっちの味方だといったような。 まあ、そういうういいい議論が多いように思いますただ基本的に戦争いいうのはいろんんな要素が絡み合って起こるんですねもちろん一つには、えー、イスラエルというのはユダヤ教ハマスの方はこれはイスラム教ということになるわけでしてイスラム対ユダヤ教の宗教戦争という側面もありますしあるいはイスラエルという国が国土を確定するにあたって、まあ、邪魔な地域を これを自分の国にもう併合しようというふうな意図があるといったような部分もあるしあるいはそのイスラエルやハマスに武器を供給して人儲けしようという人たちの意図も裏にあったりするわけです意外とこの三つ目の裏の意図というものが戦争が始まるのにあたっては非常に大きな役割を果たしたりすることがあります そうさまざまな面から考えていかなければならないんですけれどもその中でこちらですねイスラエルという国そもそもいつできたのかどうしてできたのかといったようなところを今回まずはしっかりと押さえていこうというふうに思います。で実は今日のこのお話は3本立てのシリーズになってまして今日1発目っていうのは基本的にイスラエルの建国の歴史になります。 そして2本目、3本目のところではさらにもっと現代に近づいた突っ込んだお話、そしてまたそれが日本とどのような関わりがあるかといったようなことに踏み込んでいくことになります。今日は1発目。まずこちらですね、こちらに今出ておりますが、イスラエルの国旗になります。白地に青で、六芒星ですね、これが描かれています。イスラエルは昭和23年、1943年、つまり日本でいう戦後です、に建国されたユダヤ人の国家です。 新ししく国国家を建設したわけですから周囲は全て敵国つまり2,000年前にはそこにイスラエルの国があったんですけれども2,000年の間別の人たちが住んでるわけですそこに改めてユダヤ教の国を作ったわけですから当然のことながら周りりは全部敵ということ,になるということになりますそしてこのためイスラエルは建国から日が浅いですけれど幾度となく大きな戦争を経験している。 そのイスラエルでは軍に新兵が入隊すると歯科のほとりにある歯科ってまあデッドシートも言いますけども人間の体がぷかぷか浮くっていうねあの海ですね歯科医のほとりにあるマサダトリデマサダトリデというトリデの跡があるんですけどもこの跡地で入隊の式典を新兵さんの入隊の式典を行うえその時にマサダは二度と落ちないと誓うといったようなことがありますまあここからまあマサダトリデのお話に進むんですけどもその前に 大体皆さんのイメージでイスラエルとかユダヤ人とかっていうふうに聞くとそうすると、まあ、そのトム・クルーズ系の顔立ちのような人たちを思い浮かべる、まあ、どちらかというと白人人系のの顔立ちの人たちたを思い浮かべることが多いいだかろうとと思いますところが実際にイスラエルに行ってで行った時に実はあのイスラエルの小学生たちが、えっと、ネタニヤシというところなんですけどもそこでイスラエルの小学生たちが。 日本の「君が代」とそれから「イスラエルの国歌」これを歌ってくれたんですねでその時の小学生たちなんですけれども,もうとにかく肌の色は白もあれば黄色もあれば黒もある髪の毛の色も金髪もあれば赤いのもあれば黒もあるで長い髪の子もいればもうちりちりの子もいるもう本当に世界中のある意味あらゆる民族が集まってるんではないかなっていうような感じがするぐらい本当にいろんな人たちがいました小学生です。 でなんでそのようなことになるかというと実はイスラエルという国はユダヤ教を信仰する人たちだから大昔大昔ユダヤ人だったでそのユダヤ人たちが国が滅ぶことによってで世界にこう離散したわけですねで離散してそれぞれの土地の人々と交わるわけですで,だでどん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 血が混じっていったんだけれどももともとの自分たちの信仰であるユダヤ教というものを捨てなかった。 その人たちが改めてイスラエルに戻ってきて今イスラエルという国を作っているわけですもう世界中のいろんな民族と血が混じっていますから肌の色う全然違う当然のことながら民族ももしかしたら違うのかもしれないでもユダヤ教を信仰していればイスラエル人なんです <laughs> という構造になっていますだからあ,ある意味こう多民族国家でありながら宗教を通じて 国ととといいいいううものがまままっっててるという形になっていますよくあの日本国内で、えー、政教分離ということが言われましてで、えー、政治と宗教というのは切り離して考えなければならないんだというふうなことを強くおっしゃる方がいてあたかもそのことが世界の常識であるようにあるかのように述べられる方がおいでになりますけれども実は世界は決してそうはなっていない。宗教と政治というのはどこまでも一体のものというのが実は世界の 国家,と国家の形成にあたってはむしろ常識と言っていいようなものであるというのはこれはぜひ皆様と知識を共有していきたいなというふうに思います。実は日本でも日本国憲法今我々の国は日本国憲法というのを持っているわけなんですけどもこの日本国憲法にしてもですよ政教分離ということが憲法上歌われていますがところがその憲法の第一条は天皇なんですね。 天皇について書いてて書るわけです。天皇というのは天とつながる王君であるスメラミことという位置,位置づけになるわけなんですけども天っていう存在があるというふうなことを言うということはもうそれ自体ある意味信仰の世界になるわけですね。天皇は祈りの存在だという言い方もあるじゃないですか。つまり日本国憲法というのは政教分離だ宗教否定だと言いながら。 実は憲法の第一条からもうすでに信仰が入っているというそういう構造になっているということもまあ一緒にえご理解いただければというふうに思います。話を戻しますけれどもこのイスラエルの新兵さんたち新兵さんたちあの実はイスラエルというのは徴兵制を引いておりまして成人したら誰もが一度は,一度は軍隊に入らなければならないということになっていますすこれ誰ももがです女性も全員軍隊に入ります。 で機関銃の撃ち方ですとか手榴弾の扱い方それからあの狙撃の仕方全部教わります従いましてイスラエル人現代のイスラエル人というのは全員武器を扱う能力にたけているもちろん拳銃の操作の仕方なんかもみんな知っていますで、えー、ちなみにですね全くどうでもいいことなんですけどもイスラエルに行った時に帰り,の帰りにあの空港で、えー、T シャツ買ったんですでその、T、シャツが あちょっとこうグリーンで気に入った柄だったんでそれをこう、まあ、パッと上から来たんですねそしたらこれイスラエルの,あの陸軍のマークとそれからそれを意味するヘブライ語が乗っかっていましてで、えー、帽子かぶって、えー、空港の中歩いてるだけでも,もう周りでしたけど「ウェーホー!」と言ってみんな拍手してくれたっていう <laughs> あのい,やいや別に拍手してくれたのが嬉しかったとかっていうことではなくて。 あのそれぐらいイスラエルでは軍隊というものに誇りを持っているという特徴があるということもまあこれまたご理解いただけたら嬉しいなというふうに思います。でこのイスラエルという国の中心にありますのは皆様よくご存知のエルサレムですよね。エルサレムという場所っていうのはこれはキリストが亡くなった場所としてキリスト教の聖地となっています。同時にキリスト教よりも前キリストが誕生するよりも前の時代のことを記したものが旧約聖書。 聖聖聖書書書って旧約約と新約聖書がありますキリストがお亡くなりになったというところを境としてこの前が旧約これよりも後ろが新約聖書ということになるんですけれどもこのキリスト教のにとっての聖地がエルサレムであると同時に旧約聖聖書を信仰しているるこれユユダダヤヤ教教なんですユダヤ教の聖地ですの地もあるそしてまたそこはマホメットが誕生したところでもあっていわゆるイス,ラムイスラムの聖地でもある。 つまり世界の大きな3つの宗教の聖地になっているのがエルサレムということになるわけですね。でそれだけにそのエルサレムをユダヤ教が囲い込んでしまったということに対して周辺のイスラムの人たちはま大変な怒りを持っているという側面があったりします。でこのためにこのためにっとイスラエルが周辺の国や民族と戦争を起こすとそうすると中東諸国 中東の産油国が大変に起こりましてイスラエルを支援するような国に対しては石油売ってやんねえっていうことがかつてたびたび起こりましてその都度石油の原油価格が急上昇するということがこれまでは起こっていましたところが今回のイスラエルにおけるこのイスラエルとハマスの戦争に関しては原油価格が全然影響を受けていないという話は この結び大学のちょっと前の動画で貝沼さんが出演してこの歌は述,述べてくれていたと思いますつまり今世界では今までとはちょっと違った動きが起こっているんだということもこれまた今回のお話の中でお伝えしていこうと思います、まあ、あのこの回ではなくて、まあ、じ多分次回以降になりますで今話に出てきました「正田砦」というのがこちらになります、えー、ご覧いただいて分かります通り周りはもう全部「 断崖絶壁です。で完全に瓦礫の山になっています。でこの瓦礫の山の中のてっぺんにこう平坦なところがありましてこの平坦なところの真ん中にちょっとした建物跡が見えます。これがかつてのでこのマサ田は二度と落ちないっていうことは要するに2,000年前にこのマサダト田デが落ちたということがあったんですけれどもそもそもどうしてそういうこと,そういうことになったのか。でまたさらに この周り全部崖ですよね実はこのマトリ砦が落城した時にこのマサダトリ砦には約1,000人のユダヤ人が立てこもっていたんですそしておおむね3年間ここでこのマサダの砦に立てこもってローマの軍隊と戦ってるんです3年間ですちょっと考えてください周りがれきの山、まあ、全部岩だらけですよね3年間ここにいた人たち水と食料どうしたんでしょうか わかりますつまりここのこの場所で3年間過ごすことができたということはこのマサダに取り出があった頃今からちょうど2000年前です2000年前にマサダの戦いがあった当時はこの周りは水が囲んでいたしここにはちゃんと真水が湧いていたというようなんです井戸を掘ることができたんですそして周辺の景色今はもう本当に岩だらけになってますけども当時は緑豊かな大地だったんです それがイスラエルが滅びそしてマサダトリデが陥落したあとローマが入ってきて周りの木を全部切ってしまったんで今はもう完全にこんな状態になっていてもうその後ずっと1,000年以上にわたって復活しないいまだに岩,岩だらけのままの状態になっているというのが今の現状です。でこちらですね古代の「キングダム・オブ・イスラエル」っていうふうに書いてありますけどもこれがもともとのイスラエル王国になります。 およそ3,000年前から2,000年前までおよそ1,000年続いた王国ですでイスラエル自体はイスラエルの歴史自体は5,000年を超えます5,000年を超える歴史を持っているんですがあっちゃこっちゃこの中東のあたりを移動していって彼らがこのイスラエルの地エルサレムを中心としたイスラエルの地に自分たちの王国を持つことができたのがおよそ3,000年前これ一説では4,000年前という説もあります で、えー、彼らはここで自分たちの国を持って暮らしていたわけですねでところが最初にこの,この国が2つに分断されるんですえこちら紀元前721年ですから今から2700年前です2700年前北のイスラエル王国がアッシリアに滅ぼされますアッシリアって聞いたことあるでしょ、えー、なんかあの伝説みたいに聞こえますけどもアッシリアって本当にあったんですよねアッシリアに滅ぼされるそして紀元前612年 およそ100年後には今度は南のユダヤ王国もシンバビロニア帝国によっってて滅ぼされてしまったつまりユダヤ人たたたちちは自分たちの国を失っとということです古代イスラエル王国がイスラエル王国とそれからこちらねキン,キングダムオブイスラエルこちらがキングダムオブユダというふうに書いてあるんですけれども2つに分断された背景としてローマによって いいろいろ内部で、えー、スパイ工作が工作が行われれたた結果国が2つに分かれてしまったイスラエルという国がキングダムを生イスラエルという国が大きな勢力をも大きな国であればそれなりの人口もまとまってくるしそれなりの軍事力も持つことができるだから国を守ることができるそれを弱い国にするためには国を分断するのが一番いいということでこのような形で分断をされた挙句この青いところイスラエル王国は 紀元前721年に滅ぼされちゃったし下のユダヤ王国こちらも紀元前612年に滅ぼされてしまったというこれ現実でですすね歴史です我々日本人も内部の分断工作みたいなものがあってあ「あいいんじゃないのほっとけば」なんていう気楽なことをしていると日本だっていつ東西に分,分断されて分割されてそして滅ぼされるかわからない。 これもれそういうことをやっぱり学ぶのが歴史を学ぶということじゃないかと思いますね。で一旦滅んでしまったユダヤ王国,ヤ王国イスラエル王国なんですけれどもでも俺たちはユダヤ人だユダヤ教を,を信仰してるんだだから何とかして俺たちの国を取り戻そうじゃないかということで起こったのがマカバイ戦争というものですこれ紀元前143年に起こりました。この時にに、えー、ユダヤ人によって えー、ユダヤ人たちがローマ帝国から「俺たちは独立するんだ!え」ー「頑張るんだ!」と言って立ち上がったんですね。で立ち上がって一旦は彼らローマに勝利するんです勝っちゃうんです。でイスラエルの地を奪還してイスラエル国を建国するんですじゃあローマはどうしたか彼らは自分たちの国を取り戻すために本気になって必死になって戦ってくる、まあ、そんな必死になって戦ってくるような連中を まともにに相手にしていたらローマだって軍隊,あの軍隊どれだけいたらいいかわからないぐらい大変なことになってしまうじゃあ政治的に省略して潰ししまえっていうことになりまして今度はローマ帝国がこのマカパイ戦争によって独立を勝ち取ったばかりのユダヤ人たちまだ独立したばっかりですから国が固まっていなくていろんな派閥もあるわけですこれをうしう後ろからけしかけて内部分裂を起こさせるんです。 で、結局どうなったかというと、せっかく戦って、命をね、命を犠牲にして戦って勝ち取ったユダヤ王国っていうものが政治的に分断された挙句、結局ローマ帝国の属国にされてしまうんです。世界は腹黒いということですね。この後に、えー、政治的にね、ローマに省略されちゃった、国潰されちゃった、冗談じゃないぞっていうことで立ち上がった人たちもいた。それが。 こちら第1次ユダヤ戦争というものになります。西暦66年の出来事になりますこれ今度は紀元前ではなくて紀元後ですね。1世紀の中頃西暦66年に再び立ち上がってこの戦争でユダヤ人たちは一旦は独立をまた勝ち取ります。でところがまたユダヤ人たちが独立国を作ったのか全く大事なの何考えてんだっていうことで不愉快に思ったローマ帝国が軍隊を派遣して今度は西暦70年に 使徒エルサレムを陥落させてしまう、まあ、それがこれはまあ当時の様子を描いた絵ですよね結果としてユダヤの国というのは失われてしまうことになるんです自分たちのイスラエルを復活したのが西暦66年滅ぼされたのが西暦70年つまりたった4年間で国がなくなってしまったんですねこの時にこの第一次ユダヤ戦争の時に最後まで抵抗したのがマサダトリデ の人々ということになりますこちら先ほどのこの写真,写真なんですけどもこれのここの部分ねこれ拡大したものがこちらになります。このマサダ砦に立てこもったのがエルアザル・エルエルベイヤイル率いる967名のユダヤ人たちであった。これは男たちばかりではありません。女たたたちももいいしし子供もいました だから女子ども含めて全部で967人したがって戦うことができる男性の人数というのはおそらく400内外ではななかかったかなといいううふうに思いますね彼らはこのマサダトリデに立てこもって最後まで抵抗しこのマサダトリデの周りをぎっしりとローマの軍隊が包囲したなんとこのわずか967人男性女性そして子どもたちを合わせてわずか967名の ユダヤ人たちを滅ぼすためにローマが送り込んだ軍隊の数なんと1万5,000人1万5,000ですよ15倍の敵ですでその15倍の敵に周りを完全に固められていながらマサダ砦にこもったこのエルアザルベイアイルたち967名はなんと3年近くもこの城で戦い砦を守り通すんですで。 それでもやっぱり15分の1なんです967人しかいないんです結局集家適せずついに最後砦が攻め滅ぼされることになりますでこの時にこの砦が陥落する直前ユダヤ人たちにはね選択が2つあった1つは最後の一兵まで女子供もたちに至るまで,で最後の一兵までずっと最後まで戦い切って死ぬのかあるいはあーローマ軍に投降して 命助けてください降参しますと言ってやるのかさあどっちだっていうことでそういう選択に迫られることになったんですね。で結局彼らどうしたかというと2人人のの女性と5人の子供だけを残して全員集団自決をしています集団自決っていうのはこれはあたかも日本の先の大戦における先輩特許のような言い方をする人がいますけどもそうではないんです。 ユダヤ人たちもそれやっているんですそしてこの集団自決をする時にリーダーでありましたエル・アザル・ベン・ヤイルが述べた言葉というのがこれがヨセフスのユダヤ戦記というものに乗っかっています今にも今でも残っていますその内容をこれもう本当になるほどなと思わせるものがありますのでえちょっと読み上げたいと思います高慢なる友よ我々は ずっと以前から人類の唯一なる真にして義である主なる神以外にはローマ人であれ何人であれ奴隷にならないと決心をしてきたそしてこの決意を実行に移して真なるものとすべき時が今や到来した我々が自由な状態で勇敢に死ねることは神が我々に与えたもうた恵みであると私は思わずにいられない我々にはまだ 最愛なる同志と共に栄光ある死を選ぶことができる我々の妻たちが恥ずかしめを受ける前に子供たちが奴隷を経験する前に死なせてあげようではないか自由を保持していこうではないか両職のほかは何も残さずにおこうなぜなら我々が死んだ時の証しとして我々が制圧されたのは必需心が不足していたからではなく最初からの 自分たちの決意に従って我々は奴隷よりも死を選んだことを示してくれるだろうからという演説が記録として残っています。が記録として残っています。そして男たちは自らの手で最愛の者たちつまり女房子供ですよねこれを殺しそして残った者たちはお互いに首を差し違えて死んでいきました。 最後まで残ったのがおよそ10人ですで、この10人は恐れることなくとどめをずっと刺していったそして最後に残った1人はこの砦に火をつけて自らの剣を体にぐさっと刺して自決をしたというふうに記録されていますここまで3年間にわたって徹底,徹底抗戦をした人たちがこもった砦ということですからローマ軍は砦を陥落させた後に もう見る影もないぐらいまで徹底的にここを破壊し尽くすんです砦を破壊しただけではなくて周りにあった緑の木々も全部焼き払っています二度とそこに人が住むことができないようにまでしていったんです戦いに負けるということはそういうことです全て奪われてしまうということが行われましただから今あこれは正田砦ですこれ高さ大体2 0 0ルあります で後ろに見えるこの青いところこれが歯科医デッドシーですね歯科医のほとりにあ,にあるわけなんですけどももともとですね、あのー、このマサトリでの戦いがあった頃2,000年ぐらい前っていうのはこの歯科医の水も結構豊富にあったんだっていうふうに言うんですよね。えー、まあ水の高さがどこら辺までだったかということまでは分からないんですけれども海が迫っっててていてそして周りに緑もたたくさんあったでもその緑を全部取ってしまうことによって結局木っていうのは一回切ると次に 成長するまで80年ぐらいかかるわけです。空気が乾燥していることもありまして、一旦緑を全部取ってしまうともう次に木が生えてこない。そこに雨が降って栄養分のある土がどん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 流されていって、結果ですね、もう全部こういうハゲ山状態にもなってしまっているわけです。ちなみにあの司ってだいたいこう標高マイナス200メートルぐらいあるんですけども、あのここ実はえっとケーブルカーで登ることもできるんですが。 一般の人たちほとんんどこれみんなあの階段歩いて登ってきます高さ200メートルで息切れしちゃいそうに思うじゃないですかところが誰も息切れしませんどういうことかっていうと標高が低いで酸素って空気よりも重たいからここ酸素が豊富なんですだからこの坂の階段登っても全然息切れしないですそれどころかももっとく体が軽くなってほい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 って普通にどんどん登っていくことができます だから人間の体と酸素ってすごい大事なんだなっていうのはこの時に実際に経験してみて思いましたこの戦いを最後にしてイスラエルのユダヤ人たちはいわゆる離散の民になっていきますでその離散の民のことをディアスポラと言いますでこの「ディアスポラ」っていうのはあの植物の種をこうまき散らすというそのまき散らされたものという意味の単語なんですけれどもあのいわゆる 難民とは全く意味が違います。難民というのは例えば朝鮮戦争があって、そして、えー、朝鮮半島の人たちが難民となって日本にやってきたっていういうことありましたよね。でも難民となってやってきてもその朝鮮半島は残っているわけです。つまり帰るところがあるんです。だから帰るところがある人たちのことを難民と言います。でこれに対してディアスポラというのは帰る国を失った人たちのことを言います。 実は現代に至るまでディアスポラののの正確な日本語訳の単語訳単いうのは生まれていません、まああの離散されたものですとかあるいは離散の民なんていう言い方されることもありますけどもでも離散の民っていうのは難民の場合でも同じように使われますので正確にこのディアスポラを翻訳した日本語って実はいまだにないんです。 大変な経験をユダヤの人たたちはしてきたでその後2,000年にわたってユダ,ヤの人たちユダヤ人たちはまさにディアスポラとなっていくことになるわけです。でも国を失っても帰る場所がなくなっても俺たちには信仰があるユダヤ教という信仰がある大切な教えがあるその誇りだけは絶対に失わないでいこうということで頑張り通したのがこの2,000年の出来事であったということになります。 その中で先ほどのマサダの戦いというものもこれもユダヤ人にとっての一つの神話になりましたもう帰る場所を失っていますからこのマサダ通りでの戦いが実際にあったかどうかを確認する術もなくなっていたんです自分たちの祖国の土地を踏むことができないから2000年の間にどん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 風化してマサダ通りでももうだんだん,だん,だんまあひどい状態になっていっているでいつしかそれは実際にあった歴史ではなくて マサダの戦いというのはただの神話に過ぎないと言われるようになりましたディアスポラとなってでリサのタミになっていたからマサダトリデに帰ることができないマサダはいつ,いつしか神話になったんです本当にあった事実かどうかもわからないということになりましたでそれが実際にあったんだというのが証明されたのはなんと1838年ですこの時にドイツ人の研究者によってマサダが発見されました 伝説の戦いが実際に起こったものであることが立証された。マサドの山頂の発掘から、この時最後にく時で選ばれた十人。みんなにとどめをさしていくというね。くじで選ばれた十人が、それぞれ自らの名前を署名した当。唐変、陶器の欠片が見つかったんです。だから、あ、これがこれがまさにマサドとリダラということが分かった。で、実はあのイスラエルっていう国、今できているイスラエルという国は、そういう。 彼らが持っている歴史というものをものすごく大事にしていますエルサレムもエルサレムというのは冒頭申し上げた通りイスラム教とユダヤ教とキリスト教の三つの聖地になっていますよねじゃあもともとエルサレムのを,を聖地にしていたのはどの民族なんだど,こがどの宗教がどの民族がエルサレムに権限を持っているのかということを調べるためにイスラエル政府はこのエルサレムの 発掘調査というの今今ででももずっとこれ今でも続いてますどん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 深く穴掘っていってでいろんな出土品がありますよねあ,あいったふうなものを見つけ出してそれを展示それがどういうものだったのかっていうのを立証しそしてもともとエルサレムというのがユダヤ人たちのユダヤ教の聖地であって世界であの辺り一帯で最も古い聖地なんだということを彼らは国を挙げて証明しようとしています。 でそのことと日本がまたががってくるという部分があります <music> この発見があったのが1838年なんですけどもこの頃からユダヤ人たちの中に俺たちの国を取り戻すべきだっていうそういう声が上がり始めるんですね。なぜならばマサダトリで実際に会ったせ俺たちの祖先の話っていうのはあれは伝説じゃなかった。 あれは本当のだだったんだ誇りを持って俺たちの国を取り戻そうじゃないかっていうそういう思いを持つユダヤ人たちが大変に増えていったんです増えていったんですが先ほど述べましたようにユダヤ人たちというのはディアスポラです離散されていますまき散らされています全然一人一人がそう思ったとしても結集する力を持っていなかったんですでそういう中にありまして実は1904年明治37年になりますけども日露戦争が行われました この日露戦争で有名な旅順要塞の戦いというのが行われました旅順要塞が陥落をしこの旅順要塞に立てこもっていたロシア側の兵隊さんたちが捕虜となって日本に連れてこられましたその中の一人にここにありますヨセフ・トランペルトールという人物がいたんですでこのヨセフ・トランペルトールというのはユダヤ人なんですユダヤ人なんですが帝政ロシアに住んでいて である日突然脱走されてでいきなり従軍とされて兵隊にされて旅順要塞に送り込まれてお前はそこで日本日本兵と戦えというふうにやられていたんですねこの戦いの最中にえ日本側のこの砲撃によってトランペルトールっていうのは左腕を根元から失うんですあのー、大砲の弾がどんと炸裂をし,し,したときに近くにいる人っていうのはまあ体吹っ飛ばされる場合もあるんですけれどももう少し距離が 離れた場所にいると、そうすると、人間の体から腕って出っ張ってるもんじゃないですか。これが根元からちぎれるんですね、風圧で。あ、爆風によって。うちの叔父もそうだったんですけども。爆風によって腕がちょん切られて、ちょん切れて。ちょん切れると人間の体って、こうみたいにくるくるくるって回るんだそうです。まあ、そんなふうなこともあったんですが。でも、それでもトランペルトールは。左腕を失っても、右腕一本で拳銃を持って。で、最後まで戦った。 ということがあってこのために当時のロシア軍の中で5条にまで任命される抜擢されるという、まあ、勇敢な戦いをしていた人物でもあったんですこのトランペードが日本に連れてこられまして、まあ、1万人の、ね、ロシア軍の捕虜とともに、えー、捕虜として収容された場所が大阪府堺市の浜寺にありました捕虜収容所になります。当時のの日本っていうのは大変に、まあま、貧しかった でではあるんですけどもこの1万人の捕虜たちにちゃんとですね最大限の待遇を与えて新鮮なお肉野菜パンをふんだんに支給しただけではなくて将校さんたちや兵隊さんたちに、まあ、将校さんの場合ですと当時のお金で月額3円兵隊さんには50銭の給料もちゃんと払っていたんです。はい、世界ではは捕虜とといいえばもうう虐待するのが常識という中にあって日本は 給料まで払ってそして彼らに日本ができる最大限の食料の提供なんかもしていたもちろん医療の提供もしています給料の金額はね決して多くはないです多くはないですけども当時の日本として見れば精一杯の金額ですで、えー、日本の兵隊さんと比べても日本の兵隊さんが1円50銭の給料だったのに対して捕虜は50銭だからななんだ日本の兵隊さんの3分の1しかないじゃないかって思うかも分かりませんけどもでも彼この捕虜の人たちは3食昼寝つき 家賃なんです家賃だからあもらう給料っていうのはもうそのまま丸ごと貯金することができるようなそんなふうなものになったりもしています。日本側がこの捕虜たち,たちに配慮したのはロシアの捕虜っていうのはロシア正教を信仰している人もいればいわゆるキリスト教の人もいるでそうかと思うとユダヤ教の信仰しているユダヤ人たちもいるわけです。でそれぞれぞの宗教ごととに建物をちゃんと分けて 分けて収容するということをしていますお互いに宗教上の、ね、対立が収容所の中で,で起こらないようにしていたんですねでそういう中にあってトランペルトールはものすごく不思議に思うんです日本に捕虜として連れてこられたもともと住んでいたのはロシアですよね帝政ロシアです日本に来たら夜になったら真っ暗なんです街灯も何もないんです建物の明かりが見えないんですその住んでいる町の人たちなんか見てても服装を見ても決して 神の服装をしていいる人はいないどちらかといったらもう本当にみんなああ貧しいんだなっていう感じがするこんな貧乏な国とあの偉大な帝国ロシア,とロシアが戦ってどうしてロシアは敗れたんだろう俺たちは世界最強の陸軍を持っているロシアの兵隊だったそしてロシアはものすごく莫大な経済力があった王様は超大金持ちだにもかかわらずどうして俺たちこんな貧乏な国と戦って負けたんだろうか。 でトランペル・トーラはすごく不思議に思ったんだそうです彼はあ、えー、もともと頭のいい青年だったということもあって日本語を一生懸命勉強すするんですそして村人たちとコミュニケーションを取るようになるんですねである日村人のおっちゃんこれはその何というおっちゃんだったか名前伝わっていませんもう本当にだから普通のそこら辺にいるおっちゃんですおっちゃんに「どうして日本は強かったの?」「どうしてロシア負けたのかな?」「どうして日本はこんなに強いんだろう?」って聞いたんだそうです そしたらおっちゃんがねこう言ったそうです。国のために死ぬほど名誉なことはないこの言葉にトランペルトールはガーンと頭ぶつ殴られたような衝撃を受けたんだそうです。なぜ衝撃を受けたんでしょうか。トランペルトールはユダヤ人なんです。ディアスポラなんです。つまり帰るべき国がないんです。俺たちにはこの名誉がない。これは何とかしなくちゃいけねえぞ。 この言葉は絶対に心に刻んでそして俺たちの国をイス,ラエルののイスラエル国を作ろうそれしか俺たちが子供たちや孫たちのために誇り残せる誇りはな何一つないじゃないかこの名誉っていうものをしっかりと取り戻していこうじゃないかこの言葉をそのままヘブライ語に訳すとトフ・ラムット・ビアード・アルゼンというふうに言うんだそうです、えーそして この言葉が実はイスラエルの独立戦争の時の合言葉になりますこちらのトランペルトールねトランペルトールはこの独立戦争を戦い抜きますもともとイスラエルがあった場所にはイスラム教のアラブの人たちがすでに住んでいるんですそれまで2000年の間イスラエルの土地に住んでいる人たちの人たちを追い払って自分たちの国を建国するわけだから当然そこには激しい戦闘が起こります やっぱり殺せば殺されるわけです大変な、ね、激しい戦闘が起こるんですゲリ,ラゲリラ戦のような戦いも頻繁に起こりました当然のことですよねで、そういう中にありましてトランペルトールは最後この家えー、っと僕が映ってないですね <laughs> この石のところで襲撃してきたアラブ人に銃でパンと撃たれて最後亡くなっています でそのトランペルトールの功績,を功績を今でもイスラエルの政府はしっかりと保っておりましてトランペルトールの,これ記念あの墓地なんですけどもトランペルトールのを記念する墓地になります、えー、今日イスラエルのトランペルトールの記念館にある像には国のために死ぬ,死ぬほどの名誉はないという言葉が刻印されています展示されている彼の遺品には新しく生まれるユダ,ヤユダヤ国家は日本的な国家となるべきであると書かれている。 これは今日の山場新しく生まれるユダヤ国家は日本的な国家となるべきであるというふうに書かれていますイスラエルの建国の記念館ですその建国の父建国の英雄その英雄の言葉として「俺たちは日本を見習いましょう」とこのように書かれているわけですイスラエル人っていうのが非常に日本に対して親日的であるというのは こういうところからも来ているということですね。えー、まあ、あのー、今写真に写っているのがイスラエルのネタニヤ市という町になります。イスラエルに行ったときに宿泊したのがまあ、そこだったんですけれども、これね、向こうに海が見えますね。でこれ海岸です。で海岸沿いに道路があります。で、見るとですね、ここにこういうものが見えるんですね。これ道路なんです。えー、片側2車線。で、えー、まあ、こっちとこっち。 まあ、こっち向きの道路そして反対車線はこちら側になりますねでこの道路の路肩にこれ歩道なんですけども歩道がちょっとひひ道路がちょっと引っ込んでいてそこに自由に車を止めていいことになってるんです日本,によく日本によくあるじゃないですか誰も通らないのに歩道が無駄,無駄に広くてで車道がその分圧迫されちゃって車が狭いところぎっしりみたいな状態になってるって結構ありますよね これ見た時にネタニヤフの市長さんに「これすごいですね」って思わず言ったんですよ。こういうその路肩の駐車スペースつまり車って道路に路駐すると1台止まってるだけでもうすごい邪魔になるじゃないですか車線塞いじゃうからだから車を止めるスペースをちゃんと奥に引っ込めて作ってるわけですだから「これはいい知恵ですね」って言ったら市長さん何て言ったと思うあ、これ日本のやり方真似たんですよ 返すことはなかったですね。あの、日本にこんなところないですよ。路肩にね、駐車スペースがある道路はありますよ。でも、それは道路の一部を占領した形じゃないですか。これ、そうじゃなくて、歩道をひ、道路から。歩道の方に引っ込めて、駐車スペースを作ってるわけです。これだったら、あの、車の通行を妨げないですよね。だから、いやいや、日本にないですよって、思わず言えなくなっちゃった。 ああそうなんですかへえへって思わず言ってしまいました彼らは日本に見習いそして日本のような文化の香る国を作っていきたいということをイスラエルという国の一つの目的にしていますマサダの伝説は2000年の間ユダヤ人たちが奴隷化されることを防ぎ彼らに主催性を与えそして2000年の時を超えてイスラエルの建国にまで至りましたそしてその根幹になったのは のの伝説ででありマサダの誇り誇す命を懸けるに足る祖国これを持とうじゃないかだから彼らにとっての祖国感は日本のような国家いつまでも続くことができる国これが彼らにとっての誇りです明確にイスラエルの人たちはこれを言いますでは日本はどのようなアイデンティティを持った国なんでしょうか現代日本ですもしそれが今,今の日本にないとするならば 大変残念なことのように思うんですが、皆さんはいかがでしょうか。ということで、日本をしっかりと取り戻していくためにも、まあ、こちらの大宮神社にね、まあ、今度参拝に行こうということであります。えー、今回もご視聴いただきまして本当、えー、本当にありがとうございました。日本をかっこよく結大学でございました。